次は日本人の人に質問してみたいと思います。こんにちは。お名前は？森脇康平と申します。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ質問なんですけど、実際に APU に入る前と今3年生に入ってからの APU のイメージってどんな風に変わった、変わりましたか？はい、まず入る前は、その皆さんが思うように国際学生がいっぱいいて、その他の日本にはないある意味でいい意味でその変わった大学だなっていうイメージが一つありました。でやっぱり入った後はただそういう国際学生がいるだけじゃなくて、そのいろんな授業とかでも、あと課外活動とかサークルとかでも、その国際学生と日本人が何か一つになって、こういろんなことをやっていくっていうところがすごく自分にもやりがいがあって、自分もそのマルチカルチャルウィークっていうコリアンウィークの中の、そのコリアンウィークっていうのに参加して、そのいろんな韓国人だけじゃなくていろんな国の人と交流できたってことが非常に思い出に残ってます。ありがとうございました。